取れなくて悲しいの？父ちゃん泣かない。父ちゃん泣かないの。まだできるよ、だって。取って帰ろ。もったいない。もったいない。ごめんね。うん、全然大丈夫。4000も使っちゃった。ごめんね。大丈夫。ママちゃん大丈夫。すごい。カップル系 YouTuber が TikTok に投稿したこの動画。クレーンゲームで4000を使ってしまい、号泣する彼女の様子を収めた、その名も、犬系彼女が泣いてしまいました。再生数480万回超えを記録し、犬系彼女というワードが注目を集めました。この犬系とは、感情表現がストレートで甘え上手なタイプのことで、他にも気まぐれで甘え上手な猫系や寂しがり屋なうさぎ系など〇〇系は細分化。2009年の流行語にもノミネートされた草食系男子はもう古いそうで、草食系の中にも実は肉食のロールキャベツ系とか、草も魚も肉も全部食べる雑食系など、より細かいものがトレンドだといいます。また現代の〇〇系で印象に残るものとして、このジャンルに詳しいライターが挙げたのが、ツル植物系男子。ツル植物、はい、絡まる木などがないと生きていけない様子から、ヒモ男を表すそうですが植物は成長しますから、ヒモの方が伸びも縮みもしなくてどうしようもなさを感じるとコメントしています。はい、こちらにね、はい、ありますね。はい、一覧いろいろ集めました。まあ、あの、調査によると80個あるそうなんですが、これでも抜粋した大体30個ぐらいと。いわゆる草食系とかって耳にし始めたのってもう10年ぐらい前ですか？2009年、14年前ですね。ねえ、それからね、いろいろ細分化して。はい、何か気になるものありますか？これ女子はないのか。はい、とりあえず男子を集めてみました。ティラミス系男子ってさ、ティラミス系はですね、ちょっと待ってください。私もう覚えきれない。ティラミス系男子は、クールな見た目で、味は甘いティラミスのように、外見はシック、大人っぽいんだけど、中身は甘えん坊な性格。ファッションもモノトーンで、大人で落ち着いたコーディネートということです。カフェオレもですか？カフェオレはですね、カフェオレ様？そう、様？これ5色じゃないんです。様が必要なんです。なんで？女性のようにお肌や髪などが美しく整っていて美しい見た目ですが、内面は俺様気質で女性をグイグイ引っ張るワイルドな性格。俺様なんだ。だからこれきっと砂糖入ってないカフェオレですね。甘さじゃないんですね。甘さじゃない、グイグイ引っ張る系らしい。なんかめちゃめちゃ日に焼けたちょっとオラオラ系の方ではないとですね、はい、カフェオレ、はい、見た目のね、見た目どうですか。ワニ系っていうのはありますね。ワニ系、そう、こうワニってなんだ、ワニ系男子って分かります、ね、結構見た目きつい感じがします。口がめちゃめちゃ開くから、口がめちゃめちゃ開く、うん、口が開くちょっとワニはでも閉じる力が強いんですよね、確かね。これで開けない、これで開けないって聞いたことあります。見た目はクロコダイルの財布を持ってる系男子のことですか？それ面白いですね。でもね、ワニ系は見た目は強そうで少しこわもて、警戒心があって近寄りがたいが、正義感が強く誠実な男性を表している。正義感強い。だんだん酔っ払って決め始めたんじゃないですか。ね。改めてワニは閉じる力が強いんですね。閉じる力が強い。だからガブリとやられたら大変なんですけど。だけど。こうやってつまむの分かったよ。家庭操作じゃないですよ。もう広がらないらしいんですこれで。いや面白いですよ、はい、これね、もう私もね、もうあ、これ何まだ気になります？だからもう私何になるんだろうと思って。そうそう、深川さん、いやいや、私はね、私が何かよりもね、うん、今 VTR で出てたのあるでしょ、はい、SNS で上がってたね。はいはい、犬系、ね、泣いちゃった。犬系、はい、彼女ってね、泣いて私がね、はい、もう心が半分腐ってるから、流して聞いてくださいね、はいはい、これ取られてるのを、この分かった上でやってるでしょ、はい、私額面通りで受け止められないんですよ。そうですね。私腐ってるので、はいはい、心、私の心は腐ってるので、はい、こういう私可愛いでしょうか、プンプン匂っちゃうんですよ、私は。腐ってるから、私がね。しかもね、今気づいちゃいました。ええ、このお二人、カップル系 YouTuber。カップルじゃないですか？カップル系。いや、もうカップルなんでしょうか、カップルでしょ、でもカップル系。だからこの彼女は、はい、これ SNS に上げることを知った上でこれやってるわけでしょ、はい、そうですね。額面通り受け止められないですよ、私。私、目閉じた時に、あ、涙流れないんだっていうのは思いました。えふーって最後、ふーって。
ってあんなに溢れてるのにふーってやっても垂れてない。意地悪だね。でもあの今あ今あの若い子って言っちゃったらあれだけど、こいつたち本当にもう関係なく日常をさらけ出せるから、はい、多分私みたいな考え方がね間違ってるんですよね。いやでもこれもうカットかかった瞬間にもうスラーッと歩いてってるんじゃないですかねこれ。いやいやいや本当に日常なんだと思いますよ。あれですか、涙目アプリがあるんじゃないですか。そこすごい気になってんですね。いや我々の世代はそう思っちゃうけど、彼女たちは多分本当にナチュラルにやってるんだ。ナチュラルに泣いてる彼女を動画で撮る男の神経もよく分かんないんですけど、で我々世代はね、はい、やっぱ我々腐ってしまったんですけど、我々腐ってしまった。腐り系男子、腐り系男子、腐り系男子、そうですね。なんか、ね、失礼しました。枯れ草なんですか、はい、すいません。はい、ということで、はい、本日は私〇〇系男子または女子ですというテーマでメッセージ募集します。あなたの声をメールや X でお聞かせください。